YouTube に記念すべき20万人のお友達ができたということで、今日は少しだけ自分にご褒美をあげようと思います。おめかしをしてやってきたのは日本の台所築地。お寿司といったらここしかない寿司三昧の本店に突入。同じ大学 OB の社長さんがお出迎え。今度おごってください。飲食のバイトをしたら料理した食べ物が嫌いになることがあるらしい。でも僕は逆、テンションはお手拭きの温度と同じぐらい高まっております。メニューもあるけどせっかくの記念日ということで注文は一択、少し贅沢に。深前さんのおまかせ10貫、嫌いなものとかないです。夢にまで見たこの瞬間、握りに炙り、果たして何がやってくる。今日の財布の戦闘力は8000、多少値が張るネタでも大丈夫。そしてついに5体目。すげえ。芽ネギ、シャコ、ウニ、ブリ、白エビ、ヒラガイ、タチウオ、つけマグロ、中トロ、大トロ、いざ実食。まずは中トロ、滑らかな甘さに感動。漬けマグロとウニは癖がなく最高に食べやすい。大トリはもちろん大トロ、うますぎて昇天。ということで最高の思い出をありがとうございました。30万人登録でまた甘えに来ようと思います。今日もご視聴ありがとうございました。